おはようございます。めっちゃいい天気今日は教室に食べたものをテーマにお届けしていこうと思います。で、10月に入って自粛が明けたので、今日は朝から家族とモーニングをめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、食べに行こうと思います。ではね、生理前ということで動くんでますね。はい、お、体脂肪率高、だいたい19から21ぐらいなんですけど、高いですね。筋肉量もだいたい 31.5 ぐらいなんですけど、まあ日によってね、その辺は全然違ってくるので、2週間ぐらいの平均で見るようにしてます。急いで化粧して水とか菜とか何も飲まずに、もうすぐ9時になるので行ってきます。今日の服はこんな感じです。はい、では行ってきます。朝からがっつりです。めちゃくちゃお腹空いてるの でサラダセットでポテトフライで、じゃあカフェラテですね。はい、じゃあ食べていきます。美味しそう。はい、こんな感じでなんかドレッシングが別添えでくると嬉しいですよね。なんかだいたいね、どこのお店もドレッシングかけすぎのところが多くて、でドレッシングってすごい砂糖とかね、なんか質の悪い油とか入ってるところが多いので、また別添えで来ていただけると私自分で調節できるのでありがたいですね。美味しい。
今12時半なんですけど、ご飯食べ終わったのが10時とかだったので、朝ごはんね、土日のあるあるですね。朝ごはんが遅くなっちゃう。起きる時間そんなに変わんなかったんですけど、家族とね朝は結構うだうだしちゃうので、で今から4時ぐらいまで LINE の読者様限定 のダイエットのオンラインイベントがあって、連続4日間でやってるんですけど、なのでちょっと4時まで何も食べれないんですよね。まあ、タンパク質不足だけはちょっとね補っておきたいので、豆乳入りのコーヒーを飲んでなんとかしのげます。お腹空いてたら食べようと思ったんですけど、さすがに終わってからちょっといちごのサンドも息子の食べたいって言ってたので、いちごサンドもちょっと一口もらったりとかして、ちょっとお腹は全然空いてないの で、あとちょっと寝ちゃってて終わってからはい、血糖値がねだいぶ上がっちゃってたんでしょうね。すごい眠たくなって、ちょっと昨日夜更かししちゃったのもあって、なので合間ちょっと食べれたら食べようと思うんですけど、おそらくちょっと難しいかもしれないので、また終わってから考えます。やば、5時前、今日1日2食になりそう、やばいですね。めっちゃいい感じでお腹空いてます。ちょっと食べに行こう。旦那さんが手羽先焼いてくれてました。やった、肉食べたい。あとはね、作り置きをしてやったので、ちょっと組み合わせていこうと思います。終わってすぐご飯にありつけると嬉しいですね。お腹すいた。作り置きの盛り合わせです。作り置きの時とかもちょこちょこ食べちゃうと、結局やっぱ自分がどれぐらい食べるのかっていうのがわからないまま食べ過ぎちゃったりとかもするので、必ずお皿に寄せてバランス意識して、で一回自分が今からこれを食べるっていうのをしっかり目で見てから食べるようにしてます。そう、これ作り置きとか大皿料理のあるあるなんですけど、そう、結局食べるのちょこちょこ入れてると食べ過ぎちゃうっていうことが起こっちゃうので、必ず食べるのに一回全部予想でちゃんと目で見てから、人って目の前のものを食べきったことで結構満足したりするので、しっかり見てから食べた方がいい。はい、ふるさと納税でレモンの木を頼んだので届きました。すごい、素敵。はい、すみません、すごいちょっと眠たくて今日また寝ちゃった。では、すみません、髪の毛ボサボサで休日の、まあ、今日は2食になっちゃって、3食じゃないですね。でも中でもバランスを意識して食べれたかと思います。で、まだね、すごい早い時間、今日はちょっともう寝ます。私はたくさん寝たらね、また復活してくるタイプなので、はい、ちょっと用意させていただきます。また月曜日から1週間頑張りましょう。バイバーイ。